うん、だんだん分かってきたな、このうまさが。ミシュランだけあって、この餃子が今あちらで作られてるあれになるわけですね、うん、この餃子がね、うん、うん、まあ豆腐と肉がこう合わさってんだけど、正直な感想としては豆腐とくっつける必要性はねえんじゃねえかなっていうのが率直な日本人の感想としてあって、それを楽しみに来てほしい。ミヤンが言ってたあの豆腐とね肉、あそこ一生懸命作ってるよ、ああやってつける必要性を感じづらいという、楽しみね、これぜひ楽しみにね、来てください、来店してください、下に URL 貼っておきます、あ、ほら日本人会に入らない理由がなんちゃらかんちゃらっていうコメントがありましたね、なるほどねっつって、まあ日本人会に入ったことで、まあ、日本のそういった中高年が集まるとやっぱり揉めやすいのかな、揉めやすい側面あるのかな、ラーメン屋は気にしねえけど、何かしらのこうグループっていうかさ、会社とか組織に入ってるといろいろこう気にすることも多いんでしょうけど、俺はどこにも所属してないからね、日本でもタイでも、日本に行った時にはそれなりにいろいろ周囲にお世話になっている人がいて、しがらみらしいものもあったけど、極力気にしないっていうことに至ったよね。あのさ、日本って義理深いから、ね、ミヤンもこうなんだろう、やってもらったらね、やってあげたいっていうかさ、むしろなんだろう、自分よりもなんだけど、そういった先輩後輩とか縦のつながりにすげえ、なんだろう、強いんだよね、縦のつながり、先輩後輩とか、雇うが雇われるがとかのそういったパワハラみたいなものにこうかなりこうなんだろう、耐えうるっていうかさ、寛容って言ったらちょっと違うか、なんつうんだろうな、そういうのは好きなんだね、先輩後輩っていうそういったなんだろう結びつきも逆に楽だなっつって、うん、日本の敬語ってのはさ、何のためにあるかっつったら、まあいろいろあるんでしょうけど、その一つ距離感を保つっていう意味で、敬語は存在しますわ ね、相手とのどういう接し方がいいのか分かんない時に敬語を使う、まあ当然なんだけど、でも分かりきってる、先輩です後輩です、役割が見えてますっていう人間関係すげえ楽でいいな、今何もないからね、エミアンには、それが嫌いなわけじゃないんだよな。で昔祐天寺とか中目黒とかあの辺でよく飲み歩いていて、そうするとなんだろうな、すごいみんな日本人っていい人で、すげえよくしてくれるんだよね、すげえよくしてくれる。それが逆にこのままじゃダメだなって思って海外に出て結婚するきっかけになった気もするな。あのまま日本にいてなんかこうある程度収入が取れてこんなもんでいいやってね、なんかこうそれなりに自分のポジションあるなみたいな、あれ幻想で、だから怖いなって思ったもんな、行く時に。すげえよくしてくれちゃうばかりにこっから抜け出せなくなって、気づいたら40、50になって、なんだろう、彼らみたいなところに収まってしまう、ね、自分はもっと違うものを目指しているんだろうっていう自負心があって、ね、そんで日本を出てきた気がするな、来年、チェンマイに移住したいですって、もう日本嫌ですって、エミはその日本嫌です組じゃないんだよ、
日本にいると毎日ね、おーね、エミヤンって、ね、飲みに来いよって毎日中目黒や恵比寿やらね、いろんなとこに呼んでもらって一晩中遊んで、それ毎日やってていいんだけど、でもそれやってたら多分結婚もできないし子供もできないし、ね、気づいたら年取ってるしっていうことに、ね、まあ、そんなことをなんで今思い返してんだっけな、ちょっと忘れちゃった、何の質問だっけ、なんだっけ、あ、日本人会か、日本人会についてはまた違う動画で。